不流化け物屋敷。山本周五郎。一、ザクロ屋敷に物のけの沙汰。住宅難の今日、こんなことを言うと殴られるかもしれないが、わずか十数年前までは、東京市内などにも、よく化け物屋敷と言われる空き家があった。各モース風鎮の住んでいた大森孫女にも、そんなのが二軒あって、酔った、元気で探検に乗り込んだりしたことがある。片方は、滝夜叉姫でも現れそうな荒れ口た景色だったが、もう一方は、 まださして古くない門構えのがっちりした2階下で、芋やカボチャを作るには余るくらいの広い庭がついていた。こんなのが、かなり貸子屋不足になってからも、長いこと空き家で放ってあったのだから、会を恐れる人情がどんなにゆかしいものであるかということを想像していただきたい。原子力などというとんでもないものが現れるつい十数年前でさえ、こんな風であった。これが旧幕時代となると、化け物の基本的人権が確認されていたので、彼らのバッコ長領は、あたかも、 黄金坂の官を呈し、幽霊者の家用怪変化、飼料疫領地未亡霊、孤立先の類までが人を脅し、世を騒がしては、留院を下げていた。化け物屋敷などは、通俗の属で、ささかも珍しくはなかったのである。秋の国広島は、浅野家42万6千国の城下で、市中の屋数1万余軒、商品が、自由公益性のため他国から出入りする商人も多くて、中国地方第一の名に背かない繁盛な土地であった。 カラダウルイン様は末年の頃というから享保年代のことだろう。この繁華な広島城下の、しかも、武家町の中に、一軒の化け物屋敷があった。城の東に、出家園という繁工の泉邸がある、場所はその近くで、武家町としては端くれの方だったが、もう78年という、物空き屋になっていた。一頃は、望んで住むものもあり、中には、一つ己が退じてやろうなどと押しかける手合いもあった。けれども、よくって、 一晩、育児のないのは夜中まで保たない、例外なしに青くなって逃げ出すと、それ、切り口を拭って寄りつかないのであった。元禄強硬と言われるくらい、市民は、古服して太平に寄っていた時代である。武士の気風も多勇拝だらしていたんだろう、などと行きまくには及ばない、いつ、どこにでも、岩見重太郎や宮本武蔵がいるわけではなく、武士だって、大抵は、人間並みの神経を持っていたし、怪力乱心を語らずと言って、 むしろ、化け物いじりなどは強骨とされたくらいである。その家は、自体もう古くて、かなり荒れていた。元は、五六匹国の侍が住んだものだろう。部屋数も多いし、馬屋もある。庭も五百坪がかりの広さだが、木という木は、遠慮もなく枝を広げ、それへやぶこしだのイラクサだのが、むやみに絡み茂って、さながら、うっそうたる密林の管を呈している。庭正面のすいたところは、一面に、目だけの竹の子がにょきにょき伸び、その真ん中に、 高さ1畳5尺もありそうなザクロの木があって、季節になると、枝という枝に、朱色の花をびっしり咲かせるが、荒廃した風景の中で、その独々しい赤さは、一種の容器を帯びて見える。誰の目にもそう映るのだろう。いつからか、この家はザクロ屋敷と呼ばれていた。さて、家の裏は、くぬぎと杉の林、東は深い藪で、西側に、屋根付きの井戸がある。そこから34軒置いて、火花の生け垣を境に、 三浦十兵衛という隣、屋敷と続いている。三浦は、馬回りの250国で、5人家族、夫婦と老婆と数夫一女である。長男は、まだ8歳、娘は富といって17になる。この家族は、みんな隣の化け物屋敷のことをよく知っているが、中んずく、娘の富が最も熱心な観察者であって、彼女は、そのために、高官な美貌録を書いている。全体、富は、幼い頃から、物に驚くことが好きで、 この世に不思議や不可解なことがなかったら生きている張り合いもないと断言しているくらいだ。従って、化け物屋敷についての美忘録は、極めて入念詳細にわたり、年月日、天候、時刻、現象、度数など、その記述の科学的なることい、上その漁師の幽霊額をしのぐこと満条である。その一般を適用してみよう、通例として、怪異現象は、人が住んだり、胎治に乗り込んだりするときに最も活発である。 光者と激しい強音、天遊河を石臼でも転げるような、と、愛国鳴とが建物全体を包む、それは、まさに、化け物どもが獲物を迎えて、大狂演を開くようだと、彼女は記述している。人間がいないと、現象は、ずっと低調になった。光者は、母屋の廊下を通過するか、軒先から屋根の上などへ現れて消える、強音も同国もごくかすかで、あたかも、化け物どもは、無量を失っているようだと、微暴録には記載してある。 しかし、かき割りは、このくらいにして、これから、読者諸君を現場へご案内することにしよう。だが、ちょっと待ってください。今、三浦屋の門へ、少年が一人飛び込んだようです。ああと、三条の弟の小太郎ですね。彼は、庭ですぐ姉を見つけました。そして、肩で息をして血相を変えて、こんなことを言っています。姉さん大変だよ。隣の化け物屋敷へ、誰か引っ越してくるよ。まあと、三条は、ぱっと目を見張った。 それは、本物のチョコレートを、箱にいっぱいもらった子供の表情そっくりである。しかも、なかなか美しい、彼女は、弟に事実かどうかを確かめた上もう一度大きく、まあと叫び、多分美貌録を書くためだろう、あたふたと、家の中へ駆け上がっていった。に、世に人間のいればいるもの。ザクロ屋敷へ入ったのは、魚座平之助という若侍である、朝野家の江戸家老で一万二千国石を取る上田文ンという人の三男坊だが、 絶景していいたた巨座性を継で広島爪になった年は27歳、肉好きのいい五尺七寸余りの堂々たる体育と、のんびり下ず抜けて、明るい上品な顔が人目を引く。由来、三男は、素ばしっこくて、負け嫌いの暴れん坊と、商標の上ったものだ。しかるに、平之助は、全然その逆であった。いや、逆などという生優しいものではない、世俗の異端者、常識の傍本人というべきである。もっとも、これは、 彼の精神がねじくれていて、ことさら俗襲に反抗したというわけではない、ねじくれるどころか、彼ほど純真無垢でき一本で開けっぱなしで明朗な人間は、神か白地の社会でなければ見いだすことはできないと保証してもいい。何しろ、成果が1万2000石という、ちょっとした大名くらいの収入があり、育ち方も違うのだがしかし、今、それは、物語の進むにつれて、自然と分かってくることだ。一つ彼のすることを見るとしよう。 隣の小太郎少年が報告に駆けつけた日には、係の下役人と魚座の下僕がやってきて、掃除をしたり、荷物を運び込んだりしていった。その時、下役人たちはゴンパチという粋な名前の下僕、彼は、二十七十八の相撲でも取りそうなたくましい相関であったに向かって、しきりに、何か冗談を言っていたが、ゴンパチの方はせせら笑って、人をバカにするない、オラー、旦那に奉公する求人はもらうが、化け物のお相手をするギリアネエンだと威張っていた。 そんなことを言ったって、化け物は家に着いているんだ。この家へ奉公すれば、いやでも、化け物ととっ組み合いをやらざーなるめ化け物の出るな昼間じゃあねえだろう、ゴンパチは、もう一度せせら笑い、夜になったらよそへ泊ま合あえい,いんだ。べらぼうめ男は頭がこう息巻いてい。その翌日、ギョザ平之助がひょうぜんと現れたのである。彼の風貌はすでに紹介してあるから、忘れた読者は、前を参照していただけばいい。前の人もかく掃除はしてあるが、何しろ。 10年近くも定住者がなかったので、きっとや、そっと、お役目の掃除をしたくらいでどうなるものではないが、彼には、格別気にもならないと見え、実に、ひょうひょうゆうゆうと門を入り、敷石を踏んで家へ登った。ゴンたちが、案内役で、家の中を見せて回る、ここが風呂車でござります。ここがおはしたで、向こうに3つばかりなに使うのかわからないお部屋がござります。へえ、この廊下をこう曲がりましてご接待。お控え、表のお客間一つ置いて。 これがご心臓様、次が同じくおねま風呂の間、お仏間、これがご隠居様で廊下のそちらが旦那のおねまへえこちらへ曲がってこれが奥のお客間、お控え旦那のお今とあらましこうなっておりますんでへいへいのすはおとなしく聞き歩いていたがすっかり見てしまうとやおらこう言ったふむでこの家の主人はなんという人だへっごんぱちは旦那を見たななんとおっしゃいましたんで。 それで、この家のご主人は、どういう人かと聞いているんだよ、とすると、ゴンパチは手を頭へやった。それは、その、つまるところ、旦那でござりましょうがな。旦那というとこの俺か。で、ござりましょうがな。お前はどうかしているぞ、平之助は、首を振りながら、俺には、隠居だのご心臓なんかありやしないとつぶやいたが、その時彼は、ふと、庭やめを引かれた、目だけのタケノコが、むやみとニョキニョキつ来たっている、庭の真ん中に、例のザクロが、今、 三重に朱色の花を咲かせているのである。荒れ放題に荒れた周囲の風物に対して、その華やかすぎる独々しい色は、容器を花束のように見えた。平之助は、この景観をつくづく眺めてから、やがて、人のよさそうな微笑を浮かべながら、うんと感づいた、なかなかいい、うん、こりゃあなかなか感性でいいゴンパチは、疑わしげに旦那の顔を見た。皮肉じゃないかと思ったのである。お庭も、まあ、きっとずつ刈り込みますで、へ 何しろ、遅急のことで、今日の間に合わなかったものでござりますから、いや、手をつけてはいけない、気に入ったよ、平之助は、甲骨と目を細くした、これだけ、自然の味を出すというの、花見大抵じゃない、本ンではない、よっぽど腕のある庭師でなければ、こうはいかない、うむ、気に入った、草一本動かせやしない、うん、これは皮肉ではない本気だと思ったとたん、ゴンたちは、感激のあまり、この旦那のためには、骨身を惜しまいと誓ったものである。何しろ、 ここの手入れををするとという考えるだけでうんざりしていたんだから、この時向こうの火花の生垣からこっちを見ている娘があった、すなわち三浦の富城である。彼女は、そこから、広縁に立っている魚座平之助の姿をじっと見つめていた、好奇と同慶と嫉妬と反感と、執着と繊望と憎悪と愛着と、そのたわり、とある感情情緒をひっくるめた眼差しで、じっと、じっと見つめていた。それから、まあ、とため息をつくように低く叫んだ。まあ、 だんだんと日の暮れゆくには、ご飯になると、シチューの古梅亭という料理屋から酒をつけて食事が届いた。何しろ、だいぶみんなで奔走してくれたが、奉公人がとんとなかった。当時は、3月が奉公人の出がわりと定まっていたので、季節外れにはなかなかないものだ。それでもザクロ屋敷でなければ、2人や3人都合のつかないわけはない。休人を倍にして、前払いで、やっと承知をしたのがゴンパチ一人で、それも、 親が病気でがているから、夜だけ看病に行かせてもらうという条件付きであった。仕方がなく、ゴンたちは、自分の食事を作るとして、平之助は、誰か見つかるまで料理屋から運ばせることにしたのである。ご飯を食べると、彼は横になった。片付けに来たゴンたちが見ると、酒に手がつけてない。これは召し上がらねえのでございますか。うん、おげこでおいでなさるんでございますか。何どこへも行きやしないよ。家お酒はおしなみやあしゃらねえのでございますか。酒か、うん。 酒は飲まない、旦那はこうおっしゃった、酒を飲むと酔っていけない、つまらないもんだ、平後もっとも、ではこのまま、ゴンパチは、ごくっと喉を鳴らして、全部を下げていった。平之助は、半時ばかり打とうとした、ご飯の後のひと眠りは、少年時代からの重要な日課で、それをしないと、夜の寝つきが悪いのだそうである。人を訪問した時も、これだけは、欠かしたことがなかった。さて、一眠りして起きると、 ゴンパチを呼んで将棋盤を出させた。将棋とは、結構なご召文でござりますな。へえ、わっちはもうおからっぺたでござりましょうが。お前、時々妙なことを言うなぁ、へ助は、盤の上へ駒を並べながらこう言った。おしなみやあしゃらないだの。おそきうだの結構なご召文だの。おからっぺただの。それは広島の方言か。方言だか兼業だか知りませんが。へえ、へえ、まだ、そのおぶけ言葉を、よく、存じやしゃらねえので。そうか、しゃらねえのか。 踏むこんなことを言って並べたのを見ると、迎え、中飛車で、中盤どころまで指掛かけてある熊組だった。てっきり、お相手と楽しみにしていたゴンたちがっかりして、旦那を一人で、お刺しやしゃしゃしゃ舌をかむなよ、シャルでござりましょうがな、そんなつまらないことはシャリやしない、相手はちゃんとあるよ、というと、このお土地の方で、何江戸だ、江戸と、ゴンたちは、つばを喉へとつかけた、とおっしゃると、その、ずっと遠くのあの江戸でござりますか。そうだ ずっと遠くの江戸だ。へえ、で、その、その江戸のお相手と、おさしなさるんで、その相手とさすのさ、へえ、ゴンパチは、ごくと唾を飲んだ。それで、その、どうやって、その、どうやるものか、将棋は、向こうが行ってさせば、こっちが行ってさすとじょったものだ。相手は、笹野の九代夫といって、江戸屋敷ではなかなか強い。これは、俺が先手で始めたんだが、笹野に、この五十五歩を突かれて取るかどうかに迷っているところだ。えへへへへ、ゴンパチは、 脅かしでもなんでもない、江戸を立つときさし掛けになったのを、これから、一手ずつ飛脚便で差し継ごうという約束をしてきた、笹野と彼の将棋は、長考で長高い、一番に23日という記録がある。これが、一手ずつ手紙に書いて、広島と江戸を飛脚の往復で差そうというのだから、何年かかるか、いくら将兵の世でも桁外れである。後で事情を聞いたから安心したようなものの、ゴンたちは、てっきり、旦那が幽霊と差すもんだと信じたのだそうだ。さて、 55の突風を取るかどうか、考えているうちに夕飯が届いた。つまり早くも日が暮れるわけである。ゴンパチは、そわそわしながら全部を運んできたが、また酒がついているのではと迷った。終わるのを待っていれば、旦那は食事が長いから日が暮れてしまうだろう。と言ってそこへ置いたばかりで、酒はとも聞けない。だいぶ迷っていたが、喉の鳴るのにはかなわない。エイト覚悟を決めてお伺いを立てたら、旦那は、やっぱりしなみやーしゃらねーとおっしゃる。では、これから、 親の看病にやっていただきますでしょうが、へえ、これは、持って行って病人にいただかせますでしょうがな。むやみに、金違いの言葉がぬたくって、うまくちょうだいした。ご飯の時のと合わせて、ごごう、こいつを抱えて、あとはのとなれ、ごんたちは、一旦にザクロ屋敷を飛び出したが、それから半時もすると、天満川の川岸っぷ地にあるいかがわしい家の人まで、おでこで赤っ気の太った女を相手に、何しろお名場所がザクロ屋敷だ。そこへ持ってきて江戸にいる人間が、 旦那の向こうに座って、将棋を誘うってんだから、肝っ玉をつぶさあ、などと、看病に熱を上げていた、こちらはそのザクロであるが、旦那の平之助は、まだ将棋盤に向かって考え込んでいた。安灯の光が開けてある縁側から庭へこぼれるので、例のザクロの花がおどろおどろしく見えるが、旦那は、何とも思わない様子で、盤面を見たまま、しきりに首をひねったり、踏む、とくるか、なるほどなどとつぶやいていた。4、寝耳うるさき床下の声。 平之助が寝たのは、十時すぎであった。昼寝をした、おかげでぐっすりと眠り込んだが、何時間ぐらい経ってからだろう、天床で、恐ろしく騒がしい音がするので目が覚めた。ネズミにしては激しすぎる、宅安席でも転がすような具合で、ゴロゴロ、ガラガラ、天床いっぱいに何か走り回るのであった。ムーム平之助は、こううなって天床を見上げ、大きなあくびを一つすると、やおら寝返りを打って目をつぶった。物音は、ピタッと止まった。 耳を浪するような激しい轟きが急に止まると、気味の悪いほど、しんと、やいんの静寂がのしかかった、何の音もしない、小札付き、死のごとき静寂だ、しかし、その沈黙の中に、やがて、何かのかすかな声が聞こえだした、途切れ途切れの、ごくかすかな声である。はじめは、どこで、何の声がするのかわからなかった。やや高くなり、また低くなり、訴えるがごとく、むせぶがごとく断続していたが、やがて、それが、 人間のううめく声だということいこが分かるようになったしかもそれは平之助の寝ているすぐその床下から聞こえてくるようだああうその声はこううめいているそれからやがて木の箱を爪でひっかくような音がするガリ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 ああ絶望的なうめきからやがてたいだいなあやぎと言葉に変わるお願いですここから出してくださいかんばこの中は苦しくってたまりませんああお願いします棺のなかから出してください それからまた絞られるような声でうめく。平之助は、また寝返りを打った。何しろ、枕の、すぐ下から聞こえるので、熟睡できないらしい、舌打ちをして、彼は、だるそうに、めどこの上へ起き上がった。眠いので目がくっついている。両手を膝へついて、頭を垂れて、うーむとうなった。すると、床下の声は、耐えるようなすすり泣きに変わって、ああ、あましい。手も足もこんなに腐ってしまった。あたしは、もう半分骸骨だ。 ここから出たい、お願いします、どうか、この棺の中から出してください、うむと、ゴンパチの旦那は唸った、それからまた、一つ、大きなあくびをしたと思うと、さすがに少し怒ったと見え、なんだか知らないが、昼間のことにしてくれ、眠くってしようがありやしない、高度なって、ごろりと横になった。床下の声は、それからも続いた、缶箱を爪でひっかくぞっとするような音も。けれど旦那も黙ってはいなかった。 2 3度をを打ったた。と思うと、思ういびきをかき始めたしかも、そこらにありふれた俗な種類のいびきではない。それは、極めて組織だった、ご音階の歴音とこす、音とよりなり、繰り返されるホルテッシモの部分によって、巧みに主題を表現するのであるが、その単純な主題の反復変化するだけで、各のごとき、早朝華麗な効果を上げる例は、モウリス・ラベル作るところの公共詩曲、ラフネとクロエ以外には類がないであろう。床下の声も物音もやんだ、その音楽的効果によって、 定的すべからず富田に違いない、それからも、どこかで襖の開く音や、廊下を行く忍び足の音などが起こった。天床で、突然、ケラケラと女の笑う声もした、これらは、床下の声よりも洗練された技巧と表現を持っていたが、結果としては、旦那のいびきの伴奏に役立っただけである。ゴンチは、夜が明けてから帰ってきた、旦那は、化け物に取り殺されたか、それとも、夜中に、どこかへ高飛びをしたにそういない、特別契約で、 売学の休任を前取りにしているから、そうなれば閉めたものだ。こう考えながら家へ入った。それから、鼻歌などのいい気持ちで、廊下を、ずっと、旦那の部屋へ行くと、かやがずってあってヤグが敷いてある。しかし、旦那の姿は、どこにも見えなかった。思わず、かっちけねえと叫びかかったが、ふと、裏の方で、旦那の声がした。私はギョザ平之助というものです。こう言って、誰かと挨拶を交わしているようだ。びっくりしてそっとのぞくと、旦那は、 生きてやがる、思わずそう言ったものの、こいつはいけねえと、横っ飛びに台所へ飛び込み、どうか縁起の治るようにと、力いっぱい力んで一つ兵を引った。実に、これらの人間は、下せなものである。生垣を挟んで、平之助と挨拶を交わしていたのは、三浦の富城であった。彼女は、興奮と感動で、全身がいっぱいになり、立っているのもようやくというふうに見えた。それで、それで、ゆうべは、よくお休み遊ばしまして。 よく寝ました。私は昼寝さえすれば夜はぐっすり眠れる方です。何にも別に何にも変わったことはございませんでして。そうですね、彼は手ぬぐいで襟首をこすった。と、未條の好奇心はまさに頂点に達し、両手は夢中で生け垣の火花の臭をむしり散らしている。平之助はなかなか口を開かない。と未條はたまりかねたのだろう声を震わせながら私、お宅で。 いいろろな物音や人の鳴き声などがするように聞きましたけれど、ああ、そうそう、旦那はに、こっと笑って富を見た。そうでした。そんなことがありましたよ。やかましくって眠れないもんですからね。とにかく、昼間のことにしてくれと言っておきました。昼間の、だって夜中にどうしようがあるもんですか。誰だって寝る時刻ですからね。まあ、と、未上の両手が、この時ほど、勢いよく、生垣をむしり出したことはない。彼女は、庭師のハサミより素早く、火花をむしりながら、そして、脅威と憧れの燃えるような目で、 激しく平之助を仰ぎ見ながら、深く深くこう。五、深夜にお茶を運ぶ足音。ああ、とうとう、私の望みの果たされる時が来た、小さい時から、いろいろ不思議なものを見たり聞いたりしたが、魚座様ほど、私の心を昇るぶらせ引きつけ揺すぶって火のようにしたものはない、どんな化け物も幽霊も、あの方に比べれば、真昼の蛍くらいなものだ。なんという方だろう。なんという寝不足の目を赤くして、むやみに簡単紙を並べながらと、未上は微暴録をつけていた。 ふっくらと膨れた胸は激しく波を打ち、頬は、ポッと蒸気にあからんでいる。彼女に、こんな悩ましいほどの美しさが隠れていようとは思わなかったが、まあ、これは美忘録を書かせておいて、我々はザクロ屋敷へ行ってみよう。平之助は、朝飯を終わって、縁側へ出ている。もう、半時も、そうやって呆然と座っているのである。時々首をひねったりうなったりする。なんだか知らないが、物忘れをして、それを思い出さなければならないような気持ちなのだ。なんだろう。 何か頭に引っかかっている、確かに、胸の中のようでもある、ガイア頭だ、どうも、頭のこの辺だ、などと考えている。屋敷の中は静かである、ゴンパチは、看病疲れだと見えて、一掃除した後すぐ、自分の部屋へ引き込み、今、居眠りの真っ最中だ。ご飯まで何事もなかった、ご睡もちゃんとやったし、夕飯も無事に過ごした。ゴンパチは、今日もまた、古うめ亭の酒を午後をせしめて、 くれる前にとっととっっずらかった旦那は、五十五の月風を十時ごろまでにらんでいた、それからやがて眠くなったので、寝前行って、蚊帳の中へ入った。ゴンパチがずらかって間もなく降り出した、細かい雨が、陰陰と吹けてゆく日差しに、密かなささやきの音を立てている、静かだ、引き込まれるように静かな夜だ。蚊帳の外にある有明アンドンの火がじじじと瞬たく、何事もない、嫌そうじゃない、廊下の隅の方が、ぼーっと明るくなった。 青白い光がふわふわ揺れている。ピタピタピタ、廊下を素足でこっちへ歩いてくるものがある青白い火の玉はその足音の先になってゆらゆら途中を泳ぐように飛んでくる。しかし、旦那は熟睡していて何にも知らない足音と火の玉は寝間の前を通り過ぎ廊下の突き当たりまで行ってまた引き返してきた。だが、旦那は依然として身動きせず眠っている平之助が囚族の異端者であり。 常識の傍本人であると申したわけを、今こそ読者は了解されたであろう。現在彼の示している態度は、自然現象に対する冒涜であり、神秘への最大な侮辱だ。と息巻いてみたところで、当人が、この通り眠っちまっているんではどうしようもない、気の毒なのは、老化の化け物師であって、これでは、死としても立場がないわけである。フランス国に、デカルトというコエッチョがいて、人は認知キするが、故に存在になると後悔しているが、 これに照らしても人間は眠るにさえ存在であってはならないということがわかる青白い光は廊下の向こうへ消えてしまった足音も聞こえなくなった化け物は悟ったのであるかかる神経の持ち主に対しては情緒的手段は無価値であるもっぱら実行的具象的方法によるべきだ風天床で例の石臼でも転げるような音が轟き始めたゴロゴロガラガラ柳鳴振動である床下でもキーキー キャーキャーえっの知れない悲鳴が起こった。平之助は、眠りを妨げられ、あまりの想像しさに、むくむくと起き上がった。そして、まだくっついている目をしかめて、不機嫌に、後天床を眺め、片手で、ぼりぼり襟首をかいたと思うと、あくびをした。柳振動は、ますます盛んである、床下でも負けずに景気を上げている。うん、旦那は、平行してうなった。途端に、あらゆる物音が死滅した。天床も床下も、 ピタッと鳴りを潜めたのである。墜落的沈黙というやつで、家全体が、墓場の中のように瞬間かと静まり返り、日差しを打つ雨の音がしとしと聞こえ始めた。やれやれほっと体側をついて、旦那はまた寝ようとしたが、ふと何か聞きつけて振り返った。襖がスーッと開いたのである。奥の客場へ通じている襖がスーッと開いて、暗がりの中からこっちへ入ってくるものがあった。安んは反対側にあるし、暇細くしてあるから、よく見えないが、確かに誰かは行ってくる。それは、 茅のそばまですっと音もなく近寄った。手に予言を持っている。そして、静かに、かやの外へ座ると、細いかすかな声で、お茶をあがれ、と言いながら、こっちへ向いて、こう顔をあげた。真っ白いペロンとした顔に目が一つ。眉毛も鼻もなしで、真っ赤な口が横に裂けている。平之助は、座り直して、やあ、と言った。それは、すまない、そこへ置いといてください。化け物は、口を開けて何か言った。何です。何か言いましたか。平之助は、 こう言って、初めて、相手の顔を見た。いやあ、これはどうも、失礼ですが、大変な怪我ですね。やけどですか。何が、何がって、いや、失礼、目鼻だ血がだいぶかけておいでだから、やけどでもなすったのかと思ったんですよ。これはやけどなんかじゃありませんよ。すると生まれつきですか。生まれ、変なことを言わないでください。化け物ですよ。六、出る幽霊は出るだけのわけ。頬ほ一つ目め、旦那は、気の毒そうに頭を振った。 さぞ不自由でしょうな道なんか歩くのに、その代わり、まあ、見当が狂って、物に突き当たっても、ぶっつける鼻がないんだから、差し引きはついてるわけだ。お茶をあがれ、化け物は、自分の任務に気がついてあいあれな声を出した。ああ、そうそう、せっかくだからいただきましょう。お手数だがここへください。上がるんですか、もらいますよ。困っちゃったな化け物は、こうつぶやいてもじもじし始めた。その実は、実はないんですよ。これは空っぽなんで、というと、それはどういうことなんです 全然お茶ななんか入っちゃいへえ。で、それをわざわざ持ってきたんですね。ええ。つまり、持ってきたんです。すると、なんですね。はじめから騙すつもりで来たというわけですね。旦那ハムっとしたようである。化け物は、慌てて手を振った。決してそんな騙すなんて。そんな失礼なことは考えちゃいませんよ。だってこんなはずじゃな。どこへ、何をしに行ったのか。一とつ後からこんぎて行ってみましょう、読者諸君。足音をさせないように。 こっちへこう来てください。廊下を2玉借りして、場下の皿に向かう、ゴンパチの何に使うかわからないといった部屋の一つに、住人ばかりの人間が、車座になっている、暗んには覆いがかけてあるので、光は暗いが、人間であることは間違いはない、しかも、中に年間と若いのと、二人の女性も混んっていた。一つ目小僧は、ここへ飛び込んできたが、かぶっていたお面とカツラを放り出すなり、おいみんな助けてくれ、おら謝ったよ、と、そこへぶっすわった。 どうしたどうしたとみんな寄ってくる。一つ目先生は、三十前後で、職人隊のなかなか講談師である、片手で滝のような汗を拭きながら、なんだって、おめえ、いきなりやけどかとくるんだと、口から唾を飛ばした。目が、一つで見当が狂るだろうが、物に突き当たってもぶっつける鼻がねえから、差し引き損はねえ点てんだ。茶をあがれてったらもらおうと来た。おまけにここへくれと言われた時には身体極まりだ。なぜ極まりなんだ。なぜって、おめえ茶なんかえっちゃいねえじゃねえか、お手数だがと。 先方が礼儀で来るのに、いくら化け物だって、おめえまさか空っぽの茶碗が、何を運や上がるそれで引っ込んできたのか。だっておめえ先方は怒っちまった。実は空っぽだってったら騙したのかってよ。オラー肝を潰して、とりあえず、何がとりあえずだ。化け物の方で肝を潰して、やぜゼはあねえや。そう言うけれども、おめえ、あの、サムレ、えは、化け物って獲物を知らねえらしいぜ。まるっきり、およしえをたつさん、バカバカしい。 世の中に化け物を知らない人間があるもんかね。と島のちょっと敵っぽい女性がこう言った。いいよ、私がやってみよう。久しぶりで腕っきりやってみるから。みんなも来てみているがいい六三自宅はあったね。持ってきてあるよ。手伝っておくれな。さあ、急ごう、読者諸君。もう、一度、旦那の部屋へ元がりだ。大丈夫。まだ旦那は起きていた。待ってくれと言われたので待っているのだろう。しかし、よく見ると、寝床の上に体は起きているが、両方の目はくっついてしまったし。こくり こくりと頭がのめる、要するにいい心持ちで居眠りをしているのである。夜はすっかりふけてきた、日差しを打つ雨の音が、しと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 止めいるように聞こえる。と、やがて、そこの襖がスーッと開いて、暗がりの中から、ゆらゆらと何かが現れた。ふらふらと、こっちへ近づいてくる、長いサンバラのチラシ紙が、顔から肩を滑ってだらりと垂れ下がり、青白い痩せた手を、こう、前へ泳がしている。反面、どす黒い気に染めった顔で歯を食いしばり、 目を三色につり上げた凄惨な表情である、骨立った採用を折れたようにかがめ、長い裾そを引きながら、かやの側までスーッと近寄ってきた。そして、糸のようにか細い怨念のこもった声で、恨めしやな、と埋めいた。旦那の頭は、こくりと前へのめったが、怨念の声は聞こえなかったようだ。幽霊は、もう一度恨めしいと言って様子を見た。2分ばかり待ってから、今度は、少し高い声であった、けれど、 旦那にはまだ聞こえないようである。しょうがない。もっと大きな声でやるか。しかし、怨念の声などというものは、糸のように細くてあれなのが相場であって、野球の応援団のように、景気よくあめき立てるわけにはいかないのである。そうかといって、相手を眠らせておいたんでは仕事にならない。仕方がないから、えへんと、咳をしてみた。咳払いをする幽霊なんて、そうざらにあるもんじゃないが、こいつは、効き目があって、旦那の肩がピクッと動いた。これはうまいと、もう一つ追っかけてやった。 果たして、旦那は目を覚まし、ああ、誰だ、ゴンパチか。7. 知らない者の,の強さにも好き。ええー、なんだって、平之助は振り返った、ああ、お前さんか、お茶を持ってきてくれたんだね、違いますよ、相手の調子につられて思わず、こう返事をしてしまった、違うってそれじゃあ何です、裏やな。よく聞こえないが、おやおや、これは、人が違いますね、一つ目さんかと思ったら、あなたはご婦人ですね、裏やな。その、失礼だが、あなたの声は、 バカに小さいんでよく聞こえないんだが、もう少し高い声は出せないんですか。それは出せば出ますよ。ああ、それなら聞こえる。一つそのくらいの声でやってみてください。そんなことをおっしゃったって、これは、一つやってみるなんてものじゃないんですからね。旦那の方でもよく。母、旦那はよくわからないと見えて、曖昧な薄笑いをしながら、今度は聞こえましたと、保証した。聞こえただけですか。いや、そんなことはない。私も、だいたいまあそういったようなわけだと思いますよ。 そういったわけってどんなわけですのあなたが今言ったようなわけですよ。私の言ったことには、別にわけなんかありやしません。ただ言っただけですわ。それなら、なおさら文句はないでしょう。これだから女は嫌いば。終わりの言葉は、ごく小さくつぶやいたのだが、幽霊の方は、勘が立っていたから聞きとがめた。なんですって、これだから女は嫌いですって。へえ、旦那は女がお嫌いですか。ああ嫌いですね。大嫌いです。ことに、そんな風につんけんする時の女は、 ミミズよりも嫌いですよ、ミミズですって、変幽霊は、とうとう喧嘩になってしまった。縦膝をした素わいから、水色ちりめんのきめかしい、ものがちらちら見える。けだし、彼女は、長年の経験から、かかる場合に、最も効果的な姿勢を取ったわけであろうが、半面もちのりで塗りたくって、チラシ紙というこしらえだから、その効果は、むしろ逆になったというべきだろう。平之助は、まだ怒りを抑えていた。じゃあ出て行かないですね。ああ行きませんよ、本当に出ませんか。 出ないから好きにしたらいいでしょう。さあ、切るともつくともご勝手にしてください。平之助は、すっと立ってかやを出た。途端である、隣の部屋から、まあまあ旦那どうぞしばらくと言いながら、10人ばかりの人間が、どやどやなだれ込み、片方は幽霊を、片方は、平之助をおしなめにかかった。平なんとも申し訳がござんせん。あれは、風天のおまつというあばずれ者で、腹を立てると、相手の見境がつかなくなる性分でござんす。どうか、まあ。 旦那立ちでも、ご残傷が曲げて一つ、おわびはどんなにでもいたしますから、どうかご勘弁を、命ばかりは、どうか助けておやんなすって、よってたかっておがみ倒しにかかった。何をそう騒ぐんです、平之助は、あっけに取られて、私はどうもしやしない、あの人が出て行かないと言うから、向こうへ行って、今の方で寝ますよ、こう言って出ようとしたが、そこで、ふと、十人余あまりの人間の現れたことがいぶかしくなり、振り返ってからみんなを眺めまわした。ほう、だいぶ大勢いいますね。ええ。 えへへへへへへどうも、なんです、とんだお邪魔で、つまり、ゴンパチの言ったご隠居とご心臓というのは、あなた方だったんですね。いえ、隠居だのご心臓なんて、そんなものじゃござんせんので、平口の聞けそうな五十絡みの男がこう言いながら進み出た。彼は、この旦那がずぬけて、のんびり育ったお坊ちゃんで、本当に、化け物も幽霊も知らないし、世間の裏表なぞは全く無知だということを察したのである。手数をかけることはない。これなら、実家談判でごまかせる。 こう考えたから、もったいをつけて、もう一つ笑った。実は、そのなんです。旦那によすがり申して、ぜひ助けていただかなくちゃならねえことがござんすもので、こうやってまあ揃ってお邪魔をしたと、こんなわけでござんすが、それやどうも、私には、何の力もないが、とにかく、向こうで事情だけでも聞きましょう。今へ来てください。平之助は、こう言って根間を出た。八、生垣の葉の伸びる暇なし。おはようございます。やあ。 雨の中、お屋根があるから、駆け足で井戸端へやってくると、いきなり声をかけられてびっくりした。生垣の向こうに傘をさして、昨日の娘が立っている、あなたでしたか、早いですね、あなたこそおはようございますわ、私は寝過ごして、飛び起きてきたんですの、飛び起きて、何死にです、何死にって、こう言いかけて、娘はぱっと赤くなった。読者諸君は信じないかもしれないが、風ぜちんは、決して嘘は言わない、と、未條は赤くなった。そして、 自分が赤くなったことに気がついたら、恥ずかしさの、あまり、もう一段と赤くなって、それからツンとした、何がって、それは、あの、夕べも何か変わったことがあったかどうか、それがあの、伺いたかったからですわ、ああ、そうですか、そのことなら夕べもありましたよ、一つ目小僧なんてのが茶を持ってきましてね、まあ、とと、未條は、見張れるだけ目を見張り、片手で、ひひと、生垣のひばをつかんだ、それがお茶の入っていないのを持ってきたもんで、先方は、 大変恐縮ししていましたっけ、ところが、ああ、私の体は、あの方の胸へ倒れてゆく、こう思ったくらいである、そして実際倒れかかったのだが、幸せなことに生け垣が,があって支えてくれた。そこで、富城は、返方に、その葉を、凄まじい速度でむしり散らし、まあ、と叫ぶなり、家の方へ走り去っていった。おそらく、美貌録をつけるのであろう、平之助旦那は、何が何やら分からず、つべえ手をかけたまま、 しばらくその後を見送っていた。ザクロ屋敷は平穏になった。もはや、天浴で宅庵席も転がらないし、火の玉も飛ばない、床下で缶箱から出してくれと頼む声もなくなった。大変平無事である。変わらないのは毎朝の井戸端だけで、と、美女と旦那は、必ず一度顔を合わせて話をする。夕べは静かでしたことね。ええ、もう静かなもんです。化け物はやっぱり出ますのええ、来ますよ。しかしもうおとなしいもんです、こんな会話であるが。これも、 日の鉄に従っって、少しずつ変化が起こった。その1は場所の移動で立ち話をするところが井戸端からだんだんと西へ動いていくどうして移動するかというとこれはもっぱら富城の生垣をむしる趣味に由来するのであってすなわち井戸の付近がむしりつくされたために自然と火場の臭の茂っている方へ肩へと動くわけであるその2はと未城の虚素言動が変わっていくことで彼女はいつか薄化粧をはじめ おしろい生け垣のむしり方なんぞも、ひところよりぐっと上達して、技巧が加わり、小指を、こう、美しくピンと反らせて、ごく上品に優雅にちょいちょいとやるといった具合である。その3話会話の内容で、化け物のことなどは、もう、背景全略と片付け、人事百般あらゆる問題が話に上る、なかんずく、すこぶる家庭的傾向を帯びてきた。例えば、化け物といえば、お食事は、 どうなすっておいでですの、こんな風である。こっちものんびりしたもので、食事って、化け物のですか、私のですか、もちろん魚座様のお食事ですわ、私なら古め亭から運ばせています。飯炊きも料理人も着てがないもんですからね。それは、お気の毒ですこと、料理屋の食事なんて儲けるために作るので、心がこもっておりませんもの、お食事だけは愛情だと申しますのにね、お世話をする者がいなくてはいけませんわ。また、こんなこともある。まあ、どう遊ばしまして、お風邪でもお引きになりましたの これは、はじめから化け物抜きであった、風なんか引きませんよ。どうしてですだって、合わせを召しておいでじゃございませんか。こっちはニッと笑う。これはね、人へも肩びらもみんな汚れちゃって着るものがなくなっちゃったんですよ。まあ呆れた。どうして洗濯をおさせになりませんのだって、ゴンたちは、そんなことをしやしません。しかし、江戸の家へそう言ってやりましたから、やがて送ってくるでしょうと、未條は、いけませんわいけませんわと、56ペやった。それで、 汚れ物はどうなさいますのみんなと突っ込んであります。そんなにしておくと痛んでしまいますわ私がお洗濯いたしますから、ゴンパチに持たせてよこしてくださいまし、今日すぐでございますよ、その日、ゴンパチは、山のような汚れものの包みを背負って、裏から三浦屋へ行った。しかうして、さらにその午後、と、未條は、生垣をむしるよりも、活発に洗濯をしながら、お世話をしてあげるものがなくっては、なくっては、と、歌のように独り言を言い、旦那は、 55の歩をにらみながら、お食事は、愛情だ、踏む、55歩を構わず、いっそ、こっちは、飛車を回して、お洗濯と行くか、などとやっていた。旧妻は、内助の交渉が先。昨夜は大勢お客様でしたので、ある朝と美情は、不審そうに聞いた。こっちはなおさら不審である。客なんか点でありませんよ、だってと、美情は指差しをした。生垣の茂みを追って移動した結果、二人は、今や、 ザクロ屋敷の裏口の見えるところまで動いていたのである。あそこからさっき、十二十三人出て行った方たちがありましてよ。ああ、あれですか。あれは化け物ですよ。なんですって。化け物ですよ。客なんかじゃありません。この方は、まだ寝ぼけていらっしゃるのだ。い,いえ、化け物なんかじゃございません。私ちゃんと見たんですもの。みんな、立派に五体の揃った人間でしてよ。それはそうですとも。五体揃ってなければ歩けやあしません。でも化け物だとおっしゃったじゃございませんか。だから、つまりあれが化け物なんですよ。 あなたはどうかしていらっしゃいますわ。だって、いや、どうもしてやしません。しかし、彼女の思考力は、すでに、空想の美から、現実の美へと移っている。すなわち、観察者の立場から、世話人の席へ引っ越していたので、その、まあは、危険予知の信号とも言うべきものであった。随分おかしな話のように思いますけれど、一体、その長藩という商売は、どんなものなんですの。私はよく知りませんがね、時々ガラガラッポンなどという音がして、 目目だ半なんていう声が聞こえますよ。まあ、まあ、と、二条は、激しく愛で身震いをし、今や、両手は、目覚ましい勢いで、生垣をむしり出した。それから、さらにまあと会いに、いけません、いけませんと叫んだ。それで、あなたは、その人たちから銭を受け取っていらっしゃったんですね。受け取りやしませんが、置いて行きます。まあどうしよう、どどうしよう、何か心配事でもできたんですか。なんなら、私じゃございません。あなたのですは、私の、 あなたは、一万二千0石のご家老のご三んで、何にもご存じないでしょうけれど、その長反というのは賭博のことですわ。なんですって、掛け言、爆益と言っていやしい遊びです。だって、それは、ハットで厳しく取り締まられているでしょう。ですから、化け物屋敷の真似などやって、誰も入れない工夫をしたんです。今だから言いますけれど、奉公人が来ないのも、みんな、お断り申しておきますが、私は、決して口が軽はずみじゃございませんのよ。これは、 世間一般の女を言うんですから、おっしゃれまして。そのくらいなことなら言えますよ。しかし、もし嫁をもらわなかったら、連中は怒るでしょうなおもらいになれば、と言いかけて、と、未条は、突然真っ赤になり、猛烈に生け垣をむしったと思うと、今度は真っ青になった。そして、明朝また、あの、ごめん遊ばせと言うなり、あっけに取られている旦那を残して、家の方へと走り去っていった。その夜、 嫌話を発しおって、朝へ行ってしまおう。で、その翌朝のこと、旦那と礼状とは、生垣を中にしてあった。いや、どうも驚きましたね今朝は、平之助の方から口を切った。あなたの賢いのにはびっくりしますよ、人へは、洗濯すればちゃんと着れるし、料理屋の食事は、全く愛情がありやしない、毎日毎日、鯛の刺身に吸い物に、夕べはどうなさいましたの、夕べは、あれもぴったりです、文句なしですよ、嫁が。 母親と女中を連れてくると言いましたらね。連中、ああ、それではダメだと一変なんです。他のことならどうでもするが、嫁さんと嫁さんのお袋じゃ、命がきい。まあ失礼な。なんという恥知らずのごろつきでしょう。よく知らせてくだすった。長い間お世話様と言いましてね。もう、決してお邪魔はしないからって、穏便に話がつきましたよ。では、もう何もかも心配ありませんのね。ええ、爪の先ほども心配はありません。よろしゅうございますこと、いい心持ちですよ。と、未上の手は。 池垣の上にあったしかし、今朝は、一つも火場をむしらないのである。目は伏せたままだし、胸地のあたりは大きく波打っている。確かに、生垣をむしるよりも、重大な何かを待っているようだ。旦那の方も、しきりに頭をひねっている。また、いつかの物忘れをしたことがあって、それを思い出せないといった気持ちだ。そうだよ、何か言うことがあったっけが、はてなどと考えている。女性の敏感ほど 神秘なものはない。と、未定は、すぐにこれを見破って、この方は何もかもと、心の中で合点した。それこそ、何もかも側からお世話してあげなくてはいけないんだわ。これは人道的であり、母性の保護本能であって、ささかも、利己心や牽制の意味は、含まれていないのである。で、彼女はこう言った。でも残った問題は、ただ一つですもね。奥様をおもらいになること。そうでございましょう。ああ、それですよ。それが重大な。では、ごめんな、そて。せ。また明朝。 そして、と城は、彼の表情にある効果の表を割れたことも確かめて、誇らかに、臨前とそこを離れた。それから、一刻の後、旦那は、五十五の歩をにらみながら、こんなことをつぶやいていた。そうだ、五十五の歩は捨てとけ、将棋は、嫁を詰めれば、嫁じゃないようを埋めとれば、いや違う、ええ違ってもよし、嫁を詰めろで、同じとき三浦屋では、と、美城が、微暴録にこう書いていた。あの方はお申し込みになるに違いない。そうしたら、 私はきっぱり断るわ。ええ、きっぱりと。そして、雨寺へ入って、一生清らかに、あの方を思って泣きながら暮らすわ。これは、神様に誓って断然そうするのよ。どんなに望まれたって、お嫁になんか行かなくってよ。ええ、決して。でも、衣装は模様物なんかよすわ。どうせ一度きりですもの。それより、秩父織とか紬とか実用向きのものをたくさん作っていただくことだわ。でも、そうすると、お式には、何を着たらいいかしら。ああ、困った。 心配だわ心配だわ。